どうも皆さん、こんにちは、ケインです。本日プレイするのはですね、日本ファルコムから出ました風の伝説ザナドゥ PC エンジンスーパー CD ロムロムのゲームですねをプレイしていきたいと思います。まずプロローグを見ていきましょう。祖は天になく地にもあらず、祖は燃ゆることもなく流れることもなし。聞け、かりそめの平和、偽りの力に溺れる者よ。千年の時を超え、一陣の風吹き抜ける時、やがて真実のみが残るであろう。千年の昔、イシュタリアは今より平和な世界でございました。人々は皆一日の糧を求め生き、大地の実りや天の恵みに感謝する、そんな素朴な日々を営んでおりました。ところがある日、突然の災いが訪れました。空の一角に黒い影が現れ、それは見る間に大きくなり、恐ろしい竜の姿に変わったのです。邪竜ダルダンディス、やつこそ無限の魔力を秘めたクレーネの石を携えて暗黒の世界から飛来した魔人でありました。竜の魔の手は美しい大地を破壊し尽くし、人々はどうすることもできないまま、ただ逃げ惑うほかありませんでした。すべてのものが絶望に打ちひしがれる中、そこに現れたのが勇者アイネアス様でございます。波入る敵を瞬く間になぎ倒し、邪竜に戦いを挑みました。激しい死闘が繰り広げられ、巨大な力のぶつかり合いは大地の形すらも変えました。そして9日間に及ぶ長い戦いの末、アイネアス様は見事邪竜の眉間に聖なる剣を突き立てたのです。巨大な体はのたうちあがき、空を横切って世界の果てサランダの峰に突き刺さり、そのまま動かなくなりました。それが邪竜の最後の姿となりました。人々は歓喜し、勇者を王として迎えました。英雄王アイネアスの誕生でございます。アイネアス様はイシュタリアを5つに分け、それぞれに王を置いて、その王に自治を任せました。自らは邪竜との戦場であったアラバト山の頂上に城を築き、眼下に広がるイシュタリアの都を治めました。これが400年の歴史を誇っ
たアステル王朝の幕開けでございます。邪竜の持っていたクレーネの石は城の高みに備えられ、魔法の光はイシュタリア全土をあまねく照らしました。すると不思議なことに世界中の人々が特別な修行もなしに魔法を使えるようになったのです。魔法の力は我々の生活の大きな手助けとなり、農業、建設、交通、あらゆることに魔法が役立ち、生活は飛躍的に豊かなものになりました。アリオス様、これがアイネアス叙事詩に伝えられる我が祖先の異名でございます。もう末裔なんですね。でございましたか。この話はこの老いぼれの忠告を振り切って、一族の里を離れ王都の百鬼町にまでなられたあなた様への花向けでございます。愚臣どもがアリオス様を妬み辺境の知恵を追いやろうとも、あなた様の誇り高き地だけは変わらぬものとお忘れ召さるな。マクリアは辺境なれど、辺境にこそアリオス様のお力を必要とする民が待っておりますぞ。ご分をお祈りいたします。王都から遠く離れた西の辺境マクリア、モンスター討伐に赴いたアリオスは漁村に陣を張り、満足な分さえも持たない増兵たちを束ね、今まさに敵将カコースの本陣へと攻め込もうとしていた。ほう、決戦だ。この戦いでカコースと決着をつける。いよいよですな、アリオス様。マクリアのモンスター討伐も今日で終わりといたしましょう。しかし王都の連中がこれを知ったら、今度はどんな辺境に飛ばされるか。言うな、ダイモス。山賊同様だった我が兵士も今では正規兵に勝る働きを見せている。彼ら声山口勝平さんなんですね。日々苦しめられているマクリアの人々のためにも、今はモンスターを討伐することだけを考えよう。今日こそカコースを倒し、マクリアからモンスターを一掃する。故に引くことを知らん。明日の勝利のためにアリオス様を生きて戦場から返さねば。アリオス様、もはや兵は乱れ、これ以上戦うことはできません。ここは私めに任せて、どうか今のうちに。何を言う、ダイモス。この戦に敗れても必ず勝利の道はあります。しかし百鬼町であるアリオス様にもしものことがあれば、全てはこれまで。ご分を。
先生、着きますぜ。アリオス様、ご覧なさい。お、塩沢さんだ。なぜこんなところへ。おっと、もう暴れるのはよしてほしいですな。目を覚ますなり戦場へ戻せと大騒ぎして、あの荒くれ者のスイフたちがあなたを見て怯えていますぞ。なぜこんなことをした。今はまだ何もお答えできません。あなたには果たさなければならない使命があるとだけ覚えておいていただきましょう。素性を明かさず目的もわからない男の言葉を素直に聞けというのか。接岸するぞ。下船準備をしろ。アリオス様、私はあなた様がどこにいようとも必ずお迎えに上がることを約束しましょう。どうかそれまで気を楽にしてお待ちください。まずは島に教会があります。そこへおいでになればよいでしょう。島でのことはシスターがすべて心得ております。島にはスライムしかおりませんが、剣の稽古を怠ってはなりません。じっくり再起を図ってください。ただこれだけは言っておきましょう。あなたに課せられた使命は辺境のモンスター討伐ごときではありません。逆らいたくとも運命の風は今伝説の風が吹き始めたの。